皆さんこんにちは。わっしょい。あ、いませんでした。今日焼きに行ってるんですか。今日はあの G を焼きに行ってます。G やってます。そうです。あのですね、今日は皆さんに重大発表があってですね。はい。2021年、はい、この 3B チャンネルが始まって約半年以上、皆さんに見ていただいて本当に感謝感激。雨あられじゃないですか、それ。そ嵐がこれいいんですよ。なるほど。そういうことです。そうです。はい。皆さん、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、来年も本当にあの、皆さんに見ていただいて、より面白く、よりボクシングをと、はい、こう掘り下げていきたいんで、はい、そのためには、3B が存続したためには、みんなの、皆さんの視聴回数、はい、登録者人数が必要なんで、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、 あの今年最後なんで、はい、この間あの大場選手の、はい、大場塾に行った時の、はい、打ち上げの風景があるんで、はい、かなりグダグダですけど、そうですね、かなりグダグダでした、はい、それを、はい、見ていただきましょうか。そうですね、はい、はい、見ていただいて、はい、はい、でそれで締めくくりたいと思います、はい、またなんか最後にあれですよね、はい、Kさんの方からなんかあるんですか、お知らせが。ああそうです、ありますよね、番組の最後に。そうです、まあ、さんやってもらわないと最後まで見ないところで皆さん、損しますよ、お願いします。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ忘年会風景どうぞどうぞ。何言ってないの、僕もそうです。あ、ここでどうですか。いろいろやって自分で試行錯誤して、はい、あ、これやっぱいらんかったなとか、いるなって分かりました。僕がいらなかったなと思ったのは、インフルエンサーだけだと思いました。インフルエンサーって言って、そのインスタとかで、うん、要は何万人で抱えてるじゃないですか、はい、その人にメール送って、うん、来てくださいみたいな、でそれを僕の店をあの紹介してくださいって来てもらうんですよ、で、でも何万人っていう人が来たんですけど、うん、あんまり意味があんまり意味なかったですね。でその、まあ、女性の人だったんですけど、はい、女性の人の一夜の盛り上がるだけで、特に僕の店にはあんまり恩恵なかったです。ああ、じゃあもう売ってんだし、まあ、手間がかかっただけ。そう。ちょっと損したけど。そう。まあ、いい経験だったと思いますけど、何でもやってみれば大事ですね。なるほど、それですか。俺もまだ初めての4ヶ月ぐらいなんで。あ、そうなんですか。はい。ねえ、吉田さん、俺だって引退したのが5ヶ月ぐらい前なんで。そうですね。ジャブを早外すわ。ジャブ早い。それが。スピードが上がったからね。それがもう、あの正直言って、あのお母さんの話の前にほとんど見えませんでしたわ。適当に、多分こんなもんだみたいな感じであのブロックしてただけだったんで、特にあの見えてるわけじゃなかったんです。まあまあもらいましたしね。いや、おばさんにも聞きたかったんですか。中岸風太郎ってやったでしょ。はい、頑張ってますよ。まあ、あの始まってマラシにめちゃめちゃ来たじゃん、あれ、はい、結構もらってたね。いや、正直聞いとった、やっぱり。そう、あれスリップでしたけど、スリップってなりましたけど、実際ダメですよ。相当もらったね。いや、もういきなりプリやってるから喧嘩やからだよね。なんかそんな感じですよね。言えるかですかね。なんか一瞬だろう。へぇ、正直、面食らいましたもん。いや、やっぱりか。あ、そう、いただきます。当時、花畑島よくスパートもやってました。どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、スリービーチャンネル。マンゴラシ。はい。あ、いいですね。飲める。すごい。やばいな、この幸せな。お子さん何靴ですか。チビが、下が3歳で、上が8歳です。下が女の子なので。ああ、もう8歳の子と、もう、饒舌ですからね。そうなんですよ。まあ、その辺はちょっとね、やっぱパパキモいって言われない。なん言われますね、こんな色男を捕まえててね。だからもうそろそろちょっともう上の子なんか将来どうなるかとかもやっぱり考えるようになっちゃいましたもんね。いい男捕まえるよとか なってきますね。将来どうなるかどうなると思うんです。ほら、早くないですか。パパみたいなやつはダメだよみたいなことはやっぱり言うようになる。パパは素晴らしいじゃないですか。日本チャンピオンですよ。いや、それがそんなの選手とかだけじゃないですか。デビューって K さんの方が早いですか。全然。何年ですか。何年だったっけ。どういうデビューしました。俺17です。17ってことは、はい、今何歳ですか。37です。20年前、うん、僕が17、18、
18年なんで、じゃあおばさん2001年ですね。ああ、でも2000年ですね。僕らは早いですよ。1年早いです。僕たち1年早いです。でもほぼ同期です。同期ですね。そうなんですよ。スパーリングやってたんですか。スパーリングやってましたね。でも体重違うのによくやりましたね。なんかやってくれたんですよ、うん、当時はその体重差はあんまりその感じてなかったんで弱かったいや、そういうこと言ってるわけじゃないですね。半中でボンパンチ当たらねえよみたいな感じです。弱かった。結構もううちの準備が来てたんですよ。そうなんですよ、基本誰とでもやってたんで、スパーは。で、自分より軽い人でもやってたら自分より重い人だと思ってたし、別に誰でもいいわって感じでしたから。当時その目が良かったし、なんていうか、その何もらっても殺せるっていう、なんかどこか自信もあったので、もう L 字ガードに向かってもう、はい、こうしてで、スタミナ切れたらすぐロープ詰まってガイ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 って言って、アッパーしてみたいな感じだったんですけど、やっぱりそれって目の良さとその身体能力に頼ってたりとか、男の L ってできないんですよ。そうだね、うん、あ、すいません、ありがとうございます。でもあれですね、井岡さんもそうだけど、やっぱもう一皮むけようと思ったら、やっぱ今までのスタイルではダメだってなるんですよね。なるほどね、うんうん、新しいのを取り入れないとっていう。井岡さんまでがそのトレーナーがってるんですよね、あれ、うん、サラスでしょ。ボクシングスタイルもそうじゃないですか、うん、だってそれこそね、辰吉さんみたいな剣道ボクシングのいいみたいな時もあったりとか、うん、今だったら井上選手みたいな、ね、うん、打たれずに打つみたいな。そうですね、うん、今ボクシングがちょっと変わってきましたからね、うん、時代が。昔はなんかもう殴られ、殴るみたいな感じでしたけど、うん、今もう検討、検討ですね。そう、検討ですけど、もう今はもう殴っても殴られないみたいな感じのやつに変わっちゃったから。でも日本人って本当に強いと思いますよ、この地球で見ても。その、まあ、軽量級とか見たってはボクシングしてて、本当に強いと思います。大阪、井上尚弥選手とかどう思います？いや、あれは本当怪物ですね。別物ですか。別物ですね、あれは怪物ですよ。あれ、大場君、バントミーとかやってなかったっすか。いや、全然正直な全然だ。別物っすかよ。はい、あんなじゃ、これだなんですよ。俺の一番良かった時にですよ。やっぱね、そうだっすね。井上尚弥はもう、なんか本当になんていうか、もう、うん、あれこそ天井人なんでしょうね、きっと。普通のボクサーからしたら、正直自分は今までのボクサーの歴史上で前回と合わせて一番強いボクサーって誰かと思ったらファイティングライダーと思ってます。まあ白黒時の時代のファイティングライダーが多分この日本の歴史上一番強い人なんだなって自分は思ってました。映像で 見てたんでよく。なるほどね、うん、トーンキングピッチに勝った時のファイティングライダー11ラウンドかな。当時はまだ15ラウンドまであって、で、あの時のファイティングライダーの連射とスタミナは本当にすごいなと思ったんで。フライの方が良かったですか、バンタム。そうですね、ジョブレとやった時よりもフライの時の強かった気がします、うん、自分個人的には。あの時のファイティング原田は無敵じゃないって思ったぐらい強かったですけどでも今まあもちろんその選手って全部キャリア終わって総合的に見ていいとこ悪いとこっていうのは分かるはずなんですけど、でも現時点の井上尚弥はあれ以上じゃないって思いますね。あれは本当にすごいです。あれは本当に怪物ってことはすごいよく見えます。はい、ボクシング変えましたよね、あの人ね。そうですね。大場さん、プロキャリアで何戦されたんですか。今42戦やりました。42戦、はい、近いものがありますね、ケイさんとね。まあ、本当に川瀬さんとは、本当に川瀬さんと会ったの俺18球だったので、うん、母さんバリバリでしたよ。で、うまっ。当時の自分の先輩だった中村剛さん、金蔵さんとよく練習してたので、自分は別の階級の人とよく行ってましたけど、松田にはしょっちゅう練習でゲーム行ってましたから、うん、だから川瀬さんとあの時の会ってもう20年近く経つんだなって。長い戦歴は長いっすね。でも俺多分やりようによってはもう2、3戦ができたなと思いますよ、ね。まあちょっとね、その自分のプライベートとか自分のそのあれとかにいろいろありすぎたんで、うん、もうあのタイミングで
ミヤトの試合やったあの試合がもう限界でしたけど、あれでも最低だったので、もう一回引退したのが30前でしたけど、あの時から1年半ぐらいしてからめちゃくちゃやりたくなったんで、そりゃそうですよ、いや俺まだできるわ、もうちょっと復帰しよう、復帰したい、復帰したいみたいな、いつも思って、途中、このね、まあまあ、この自分が忘れるために薬師ジムにトレーナーになったんで、その自分がやりたいって気持ちを抑えるために、で、その薬師会長には、選手を見ろって言われてたので、選手を見てたんですけど、たまに選手のスパートも付き合ったりもしてましたから、それでやるとだんだん自分もやれなくなっちゃうんですね、やっぱ、まだできるみたいな、はい、俺もまだできるみたいな、もちろん選手は可愛いですけど、でもやっぱり自分もやりたいってなっちゃって、だんだんその気持ちが膨れ上がってくるんですよ、自分も。でもまあプライベートでいろいろあったんで、とてもできる状況じゃなかったんですけど、なんていうかな、そこからまたさらに少年経っちゃったんで、だからもうやりたいと思った時にやれるんですね、本当は。ただそのボクシングの視点からしたらそうだったけど、世間的に見たりとか自分のその今後の人生としたら、まあ負けたとはいえ、あの初戦の2ラウンドで KO 負けした試合といい、最後の引退試合といい、あれがまあ、あれが自分の終わり方なってすごい素直に思いましたから、もうこれもそれの上で自分の人生なんですから。でも納得できました、納得できました。でまさか引退試合までやる、あ、引退式までやってると思わなかったので、引退式2回目ですからね。自分が尊敬する星野慶太郎会長は、もう一回引退したって言われたので、自分そのことすごい覚えてますから。チーズなんでございます。はい。星野会長に相談したことがあって、どうしても復帰したいですって、もう5、6年前ですけど。これ、ポーバターマサラ、チキンバターマサラ。その時の最初は、僕は6回引退して、チキンバターマサラ。そうですね。だから薬師ジムにトレーナー3年ぐらいいましたけど、あそこで本当にいろいろ学びましたから、選手を教えることで自分を教わるっていうことも多かったです。選手の気持ちが分かる。よく分かりました。まあ、選手としての経験が、選手の気持ちは分かるでしょ。選手だった。何改めて再確認して、あ、こうするこうやってトレーナーの気持ちが分かりやすいとか、トレーナーの気持ちが分かるんでしょ教える側の気持ちが分かるのねうわ、うまいな。やっぱり当時薬師ジムにいた時に思ったのは、やっぱり選手に感情移入すごいしちゃいますね。ああ、教えてる子に、この場書いてはこの場書いてるんですよ、全然そんなことないですけど、あのやっぱりすごい感情いいんですが、俺もその復帰したいという気持ちを、なんていうかな、抑えないといけないって思うこともできたぐらい、やっぱり教え子のことが可愛かったんで、大体僕と話するのは検討塾の時の塾生さんとかだけです。やってる人しか分からんもんね、話だよね。あんなのはっきり言って誰がスケボーでそんな痛い目にあって、その殴り合いが楽しいとか思う人なんて本当に一部の人間だけじゃないですか、そこにね、ロマンがあるんですよ。そうですね、特に今日その検討塾来てくれた思ったのは、吉藤さん本当に好きなんだなっていうのがよく分かりました。再確認ですけど、吉田さん、本当に体いじめるのが大好きで、はい、それが本当に伝わってきました。強い人でやりたいですね、せっかくやるなら、ね、自分より上の人と。ホワイトさん、あれですよ、オイジファイトの時何級でやってるんですか。スーパーバンタムです。ほー、普段60ぐらいでしたっけ。そう、61に5、6キロ落としてやってます、はい。あれ、親父ファイトもあれなんですよ、前日計量ですか。いや、当日です。当日なんですか。名前としては、親父ファイトって、ただ親父が戦うっていう意味かもしれませんけど、はい、結構本格的に人多いですから、多いですね。
本格的な訓練積んできてる人が多いんで、だから、いや、この人はちょっと、まだ早すぎるは無理だわっていう人もたまにいますけど、アマチュア抜いた人ばっかりですからね、あれ見ると。だから自分もそのね、当時薬師ジムで働いてる時は、やっぱり吉田さんのエッジファイト出る、エッジファイト出る人は見ましたから、やっぱりその人もやっぱりどうしても勝ってほしかったので、やっぱ感情移入しましたね、そういう人には。ああ、すごい。どうしたの？いやいや、自分で。さあ、ケイさん。はい。なんかケイさんから、なんかお知らせがあるって聞いてるんですけど。あるんですよ、これ。あるんですよ、これ。スペシャルな。スペシャル。これ見ないと絶対そうなんです、これ。いやー、ぜひ、この場で。はい、そうなんです。お聞かせ願いますでしょうか。いいんですか。はい、どうぞ。言っちゃっていいんですか。どうぞ、どうぞ。で、これはですね、この、まあ、僕がお見せてるあの 3B プロジェクト、これも 3B の人ですけど、この辺ですね、そうそう、この辺ですね、この辺ですね、 3B、はい、皆さん、はい、3B プロジェクトに来ていただいたお客様、はい、入ってきますよね、はい、1日以降になるんですけど、はい、1日になって入った瞬間に僕がこんにちはって言いますよね、はい、したらお客様が合言葉、いいですか、はい、わっしょい、これが合言葉ですね、これもですよ、わっしょい、これです、それも含めて、はい、これを言います、はい、そうすると僕があれ、はい、もしかして YouTube チャンネル、3B チャンネル見られました？はい、見れますと。はい。これで、なんと、なんとですよ。はい。全メニュー、500円引きです。あら、めちゃ大盤振る舞いですね。全メニューから500円引きです。500円ですね。ただし1回限りです。1回ですね。で、さらにですよ。さらに。さらにです。はい。あ、ジャパネみたいですね。ジャパネとか。ジャパネットです。ジャパネットです。はい。あの、さらにですよ。はい。その場で、はい。YouTube、はい。スリビチャンネル登録していただくと、はい。さらに500円引き。え、ということは、ケイさん。はい。トータルすると1000円引きってことですか？これです。1本ですか？トゥース。です。トゥースは春日じゃないですか。これ引きです。いやー、すごい大盤振る舞いですね。そうです。でも、いきなり解除は、いきなりこう登録して解除は、登録しても見せれたら、はい、解除、これダメです。ああ、そうですよね。僕見てますからね、すぐ分かりますから、うち登録者人数まだ少ないんで、すぐ変動したら分かりますからね、これ。そうしたらもうケース走って、その500円もらいに行きますから。そうですね。そうです。3ヶ月は、いや、ごめんなさい、3ヶ月以上は登録してください。なるほど。まあでも登録したら絶対面白いんで、もう外す、まあ、そうですね。多分外せなくなります。そうです。え、ということは、はい、まず合言葉を言ってもらうと、はい、はい、500円。はい、そうですね。ばっしょ。で、さらに、あの、それ残念なんですけど、あの、登録してる人はそれ対象になっちゃうんですよね。え、何ですか？チャンネル登録をしてる人は対象になっちゃうんですけど、はい、もし登録してなくて、はい、登録しようと。そうです。その場でしてくれるんであれば、そうです。さらに500円。そういうことです。さらに、さらにです。さらにですよ。これジェパネットと一緒です。そうです。そうです。そうです。あの、うん、登録してる方はまあ500円引きです。さらに上がらないけど、でもあの演じはダメです。あの G の人と。G ダメですよ。G さん。G さんダメです。G さんダメです。G さん言いそうですね。G さん言いそうなんですよ。まあ不公平でしょう。まあ今頃ね、あの新世界で焼いてますからね。焼いてますね。はい。G さんダメです。じゃあこれ、あの期間どれぐらいですか？ですね、来年の、トゥー、なんていうんですかね、トゥー、な、わ、すいません。トゥーオートゥートゥー。トゥーオートゥートゥー。はい、2022年。2022年。ジャニアリー。ジャニー、1月ってことですね。じゃあ、1月中、全部です。1月中？1月中。まあ、1回限りですよね。ケイさん、いつから営業でしたっけ？1月4ですね。1月 4？ 1月4みたいな。最近ちょこちょこ英語が出ますね。そうです。やっぱあれですね、海外見据えてるってことですね。ああ、そうですね、はい、もう1月4だけですね、はい、じゃあ1月いっぱいは、はい、このお年玉企画を 3D プロジェクトでやります。ぜひ、はい、ぜひ有効利用していただきたいですね、はい、ぜひお店に来てください、はい、もうケースの店はもうあのピサの里でしたので、もう傾いてるんですよ。これ皆さんが支えるかどうかは皆さん手にかかってるんで、これ支えなかったらこれもう
倒れちゃうんで。そうですね、ピザのシャトーがスカイツリーになるか。そういうことです。そういうことですね。うまいこと言いました、ね、今、ね。それはそうです。そうですね。名古屋のスカイツリーになるかどうかという。なるか、廃墟になるかどっちか。皆さん、お願いします。はい。わかりました。これはすごいお年玉企画ですね。いや、本当、オーバーブルーしすぎて、ちょっともう、そこまでしていいのか、ケースって話なんですけど、はい、そうもしないとね、やっぱお客様来ないんで。はい。で、釣り火チャンネルも一人でも多くの人にね、そういうことです。ご覧いただきたいんですね。本当はケース、これで、飯を食いたいんです。飯食わしてくれよ。はい、お願いします。じゃあ、ケースさん、2021年も本当、はい、お疲れ様でした。はい、また来年も、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。